はい、EC チャンネルの松木雄です。今回もインタビュー AI と会話しながら進めていきます。今ネットでコスメがすごく売れているって本当っていうことですね。うん、これは本当です。まあ簡単に言うと健康食品とか、まあ、雑貨とか、よりも、コスメがすごく今売れているというとこですね。まあ、このどうですかね、1年からまあ2年弱ぐらいの、この今の時期はすごくコスメが売れているのが事実ですね。はい、なんで売れているのか、背景を教えてっていうところですね。これはまず大きくは2つあるのかなと思うんですけど、ネットの中でも広告のまあ制限とか表現のこう適正化みたいなことが進んで、昔はサプリメントがすごく売れた時代があったんですね。その2年前とか、まあ5年前か2年前ぐらいまでですかね。ダイエット系のサプリとか非常に売れた時期がありました。で、まあ、いろんな社会問題とかクレームとかっていうものができて、ウェブのメディアさんが、そういう商材に関しては、まあ、NG にするとか、まあ、広告代理店が取り扱わないようになったりとか、広告できたとしてもその証言ランディングページとか、記事ページ、クッションページが表現上かなり厳しく、緩い表現になってきたということで、サプリメントがなかなか売りにくくなったということで、逆にも、通販事業者も広告代理店とかも化粧品を、取り扱うように、なってきているというところですね。なんでコスメならいいのかっていうと、コスメであれば基本的に効能効果が言えるものがあります。まあ、56項目っていうものがあるんですけど、その効能効果っていうのが言えるとなると広告表現は使いやすいということ、さらに医薬部外品にすると、まあ、あのシミとかねシワとかそういう表現、具体的な表現が言えるようになったりするので、まあ、商品を、メディアで、広告を使うことができる。で、クリエイティブもランニングページは記事 LP もこの効果、この効果を言えることができるということで、まあ、売りやすい、環境っていうのが、まあ、サプリメントと比べたら非常にあるというところですね。あとは化粧品に関しては、まあオフラインですね、まあ、シニア向けの通販会社とかっていうのは以前からすごく売ってきたわけですね。まあ、そこでたくさんのお客さんが日本全国にいらっしゃいます。で、まあ、そういった方々が、まあ、一部ウェブの方を、見出して、でウェブで、通販を楽しむようになってきたというのはあるのかなと思いますね。まあ、60代のまあ半ばぐらいまではウェブで売るっていうことが、まあ、できるようになってきたので、まあ、そのあたりで化粧品が、ネットで、売る人が増えてきたというのも一つかなというふうに思います。次にどんなジャンルが売れてるのっていうことでいくと、そうですね、まあジャンル的に言えば、例えば、洗顔フォームであったり、クレンジングであったり、あとオールインワンジェルとか、あとシミのクリーム、美白クリームとか、あと除毛クリームとか、あとはまあファンデーションとかですかね、メイクアップ系が売れているっていうのは、まあ売れているジャンルでいくとそういう感じですね。なんでメイクアップコスメが売れているのかということですね。まあ、ちょっと先ほどの、ちょっと炎上状になるんですけど、スキンケアの商品でいくと効能効果というのは表現できるものはありますが、実際クリエイティブを作るとなると結構難しいわけですね。まあ、肌の張りがとか言ったところでじゃあ買いたいかっていうふうになかなかならないので、消費者心理をくすぐるようにって考えたら、ファンデーション、ファンデーションっていうことはまあ肌にこう乗せるわけですね、つけるわけですね、つけて例えば肌が綺麗になるという表現になるわけですけど、そういうふうにつける前とつけた後では当然ビジュアルが違いますよね。まあ綺麗になるとか、例えばシミがしっかり消えるとか、毛穴が消えるとか、そういう表現ができるようになります。なので、消費者心理をしっかりくすぐるような、そういう広告が作れるのがメイクアップであるということと、まあ、先ほど言ったメディアさんがその、商品とか、広告の表現として自由度が高いと
まあ、許されるものが、範囲が広いというのがメイキャップ商品ということになります。どうやったらネットでコスメが売れるのっていうところですね。これはまず先ほど売れてるジャンルとかいうのが非常に重要だったりします。売れてるジャンルとか、売れてる実際どういうのがベンチマークになってるかっていうところですね。まずそういう情報収集が重要になります。さらにその広告手法ですね、まあ簡単に言えばアドアフィリエイトというそういう広告手法を使ってコスメで売っている会社っていうのが、まあ多々ありますと。どちらかというとそういう会社の方がうまくいっている、新規が取れている、売上を伸ばしているっていう事実があるので、そのそういうアドアフィリエイトっていう、まあ、そういう広告手法を、使うかどうか使えるかどうかっていうのが大事です。まあ、さらにはまあそういうちょっとイケイケの表現ではなくて、言い方ではなくて、2ステップモデルという、まあお試しを買ってもらって、で商品を理解してもらい、良さを感じてもらって定期コースに入ってもらうと。顕在層だけじゃなくて潜在層ということで、まあリーチの幅がガッと広がるわけですね。で、こんだけたくさんの中からモニターというような形をうまく使って、お試し客を獲得して、でさらにそこから定期に引き上げていくとような、そういうモデルをうまく、活用していくということをすれば、コスメでは新規を取れるということが今までの実績としてはあるということですね。どういう商品を作るかとか、どういう広告で集客するとかっていうのも当然大事なんですけど、まあ、その後に新規が取れたとしても、リピートしないっていう商材、悩み訴求っていうのもあります。メイキャップ系に関しても、まあ、基本的には新規は取りやすいけど、継続させるの、リピートさせるのは難しかったりするので、やはり新規を取った後の CRM、リピート戦略っていうのが大事なので、この設計まで全般的にして、事業の PDCA を回していくっていうのが大事になります。まあ、そのあたりちょっとご支援を、できますし、まあ、お悩みとかご相談がある場合は概要欄からぜひお問い合わせください。はい。今回は以上になります。ありがとうございました。